都市が建設された背景には首都東京の過密化による機能麻痺、そして大気汚染や高化学スモッグなどによる環境悪化が進行し、研究や教育に支障をきたすようになったことなどが挙げられます。そこで昭和38年、都内にある各省庁の試験研究機関の中から都心から離れても差し支えのないものを中心に集団移転させる研究学園都市の建設が閣議了解されました。ところがこの時点では建設地はまだ決定していませんでした。筑波のほかに富士山麓、赤城山麓、那須高原の4カ所が候補地として挙げられていました。そして東京からの距離が近いこと、安くて広い土地が得やすいことなど、さまざまな条件を検討した結果、筑波が最終的に研究学園都市として選ばれたのです。平地林が広がる農村地帯に建設工事の音が響き始めたのは昭和43年、国立防災科学技術センターの実験施設の着工。これと同時に土浦市と研究学園都市とを結ぶ土浦学園線の建設が開始されました。さらにその後の経過を簡単にたどってみると、昭和47年1月、公務員住宅への第1回入居、花室ショッピングセンター開設、49年2月、幼稚園、小・中学校の開校、同年、筑波大学で第1回の入学式が行われました。そして各研究機関も次々に移転を開始。58年には都市のシンボル筑波センタービルが開設され、昭和60年にはメディカルセンター、ショッピングセンタークレオ、エキスポセンターなどが相次いで開設されました。こうして大きな流れをたどってみると、平坦な道を歩んできたように思われますが、決してそんなことはないのです。ここに移転してきた人々は都会と比べて自然環境には十分満足しましたが、あまりの開拓生活に驚き戸惑ったようです。東大通りはね、本当に101棟から107棟くらいの間はあったような気がしますけれども、ここが道になるっていうふうな感じでアスファルトではございませんでしたし、途中今の佐伯っていうんでしょうか、東のあたりでしたらまだ普通の民家もございまして、そこを迂回して、そして北の方に行ってたような感じですね。で南の方は無機材質あたりまでは道路らしくなってたんじゃないんでしょうか。バスはね、今の倉掛室内科がございますね、室内科よりもう少し南側、多分そのあたりだと思うんですけども、そこにバスの停留所が石毛行きと土浦と のバスがございまして、でそこは朝晩はまあ1時間に1本くらいあったと思うんですけど、日中は全然ないっていう風な状態で、そこに出ていくまでキロ数にすれば住宅からは1キロくらいだろうと思うんですけれども、細い道でしたし、非常に時間かかって不便でした。学校はどういった状態だったんですか。村の中、桜村の中にね、九重小学校っていう小学校がございまして、各学年一クラスっていうような小規模の学校
小学校で、ちょうど今の東大通りの歩道になってるところくらいからと思うんですけども、あの辺に集まりまして、東大通りをと学園線の交差するところまで出まして、でそこから学園線って言いましてもまだ全然道はございませんけども、そこを花室十字路のところに出まして、花室十字路からここの小学校に行ったんじゃないかと思うんですけども、もう道っていうような道ではございませんでしたから、まあそんなところだったんだろうと今になると思います。子どもの足ですと低学年だ30分か40分はかかったんじゃないかと思って、はい、でもね、その道中はね、非常に子どもにとってはね楽しかったんらしいんですね。で、今頃の時期ですとちょうど泥水ですか、水たまりがあるとそこにおたまじゃくしはいるしね、もちろん長靴は履いて学校行ってましたから、長靴の中におたまじゃくしが入ったとかね、そういうふうな感じで子どもは大変楽しかったんじゃないかなと思いますけれども、竹園東小学校はできた時はどんな状態だったんですか？これ全部完成していなくて、一部できたところで教室を使ってお勉強するっていう風な状態だったんですね。もちろん職員室はございませんで、なんかプレールームの片隅かなんかで先生のお付けが置いてあったように思います。でだいぶ経ってからできまし、先生の職員室ですか、できまして、なんか机を運んだりするのは手伝った思いがございますけれども、はい、親は変わったと思ってなかったんですけどもね、先生方の方がそういうふうに取られたんじゃないかなと今になると思うんですけれども、非常にその、俗に言う高学歴の指定だからとか、そういうふうなことがあったのかどうか、その辺は定かではございませんけども、通知表をなくそうとか、勉強は一切学校に任せてうちではさせないとか、そういうふうなことでランドセル廃止、それから通知簿はないっていうふうなことで、その頃うちの子供は4年生でしたけれども、通知簿のないのは非常に喜んで親も気が楽だったって言えば気が楽だったように思ってますけれども、はい、その当時は買い物はどうなさってたんですか？はい、すぐ近くに小さなショッピングセンターがありましたけれども、そうですね、今の前の住宅管理協会のが入っていたところです。非常に狭い場所です。100平方メートルぐらいの売り場でしたでしょうかね。でこちら入居する前に、一足先に行った主人から佃煮と塩鮭しか売ってないぞって言われておりましてね、とても大変なところだと覚悟はしていったんですけれども、実際来てみますと本当にそうで、今思い出しますと本当にそうだったのかなって不思議な気がいたします。どんなもの売ってました？そうですね、やはり最低食べていける程度の、で生鮮食料品非常に不便でして、例えばお魚とお肉が1日おき、お魚屋さんはまた遠くからそこへ売りに来る、それかお肉屋さんもどこかでお店を持っていて、確か筑波の方と聞きましたけれども、月水金か川木土どちらでしょうかね、そこへお店を出してくれる、しかもお肉の場合は午後の2時から5時までって決まってましたから、でパンを朝買いに来ましてね、それから改めてお肉を買いに午後になると出かけて、ところが行ってみますと張り紙がしてあって、今日は都合によりお肉はお休みですって書いてあるんですね。でもまた困ってしまって、お魚は売ってませんしね、っていう状態でした。でそのお肉屋さんも、じゃあその次の日に行ってみると、また本日都合によりお休みします、だから1週間ぐらいお肉が手に入らないこともあったんですよ。ですから黙ってたんじゃ手に入らない、そこにはやはり何か手に入れるためには自分でもってあれが欲しい、こうしよう、じゃあ私はあそこへ行って買ってくるとか、
そういった自分からの積極的な発信がとっても大事だったと思います。今はもうお金を出せば何も言わなくて手に入りますけれども、昔はそうじゃなかったと思います。でお店の方もね、堺の方が桜村は中心だったんですけれども、そこに商店街がありましてね、そこの方が随分こちらの方まで御用聞きに来て、郵便局も堺っていうところにあったんですけれども、ポストも近くにありませんしね、郵便配達が1日あった時に、1日1回あった時に、あ、これすいませんお願いいたしますって言って郵便屋さんに持って行ってもらいました。生活していく上で一番またそれも大事なんですけども、はい、ゴミなんかはどういうふうに処理してらっしゃったんですか？ゴミですか。ゴミはね、今竹園の山中も110棟あたりに大きな穴が掘ってあったんです。そこへゴミ捨てに行きましたけど、その穴の周りがもう泥んこですので、そこ行くまででも長靴履かないとゴミ捨てに行かれませんでした。後で埋めたんだろうと思うんですけど、そのままゴミのこう収集が来てくれるようになったのはですね、1年以上に1年近く経ちましてから、ということは48年ぐらいですね。お医者さんなんかはどうなさってる？うちはね、特にもう弱かったって言いますか、長男の方が千葉にいたんですけどね、長男の方がアレルギー性気管支炎って言ってちょっと喘息気味だったもんですからね、もう一番心配してきたんです、お医者様が近くにあるかどうか。それで来てみましたらね、ちょっと似たようなお家が2軒くらいありましてね、立派な長屋門のお家が、さてどっちかなと思いながら仲間でスカスカ入ってきましてね、全然看板など出てませんしね、長屋門で門の一室だったもんですので、ちょっとびっくりしましたけど、でそれはまず下見に行きまして、案の定熱出したりお腹壊したりしたもんですからね、自転車に乗せて行ったり、タクシーもまだあそこの新興タクシーが上野室のちょっと向こうやるんですけど、それもなかったもんですから、なんか大曽根の方からタクシー呼びましたりして、診察に行くのはいいんですけど、また帰るのが大変で、ちょっとやはり歩いてるとちょっとすぐ分かるらしくって、今住宅帰るんですかって聞かれて、ええー、なんて言うと途中から乗せてくださったりして、でうちはまだ個人的ですけど、未だに岡田先生にかかったりしてます。はい、やはり年代がまだ若かったもんですから、皆さん同じような年齢のお子様だったりするもんですから、やはり子供が一番先生が必要だったもんですから、今となっては整備された道路や林立する建物に覆い隠されてしまいましたが、創世期からこの学園都市に関わってきた人たちにとっては語り尽くせない苦労があったようです。そしてこれらの歩みは昭和63年国際科学技術博覧会へと向けて滞ることなく着実に前進していくのです。